やっぱりやっぱりまたここにちょっとね頭の上に置いちゃった田舎してね。気づいてますかね。気づいてるような気づいてないような。はい、どうもこんにちは。今日もね、丸袖カラッパさんに餌あげていこうと思います。今日はですね、今まであげたことがなかったこれですね、ホタテちょっとあげてみます。なんか後ろ向いてますけどねこう前に置かないと多分気づかないと思うんですよね。大丈夫かな。ちょっと前をね掘りますね。掘り掘りして、でも前に置いて食べたら食べてるとこ見えないですもんね。でとりあえずここのね頭の上に乗せてみます。こうやってね、全然目が見えてないですけど、ああなんか振り落としましたね。振り落としましたね。なんか乗ったと思って背中に乗ってまして、あ、なんか気づいたっぽいですね。なんか後ろに餌あるぞみたいな。違う違う、そっちじゃないですよ、そっちじゃないですよ。これです。ほら、これですよ、これ。ほら、ちょっとこれ、ほら、足に触れたらわかりますかね、これね。これですよ、これ。ほら。ちょっと気づいてるんですかね。これ。ほら。気づきましたね。食べますね、普通に食べますね。上手に食べられますかね。うん、食べてますかね。あ、食べてますね。あ、なんかちょっとハサミでキリキリしながら食べてますね。あ、食べてますね。口のとこ見えますかね。もぐもぐしてんの。多分すぐ食べちゃうと思うんですよね、あの大きさだと。なんでね、もう一個、これさっきのよりちょっと大きめなんですけど、あー、危ねえ、ちょっと落っことしそうになりましたね。これですね、これまあまあでっかいやつ、これちょっと上げてみようと思います。そうですね、やっぱりまたここにちょっとね頭の上に置いちゃった田舎してね。気づいてますかね。気づいてるような気づいてないような。丸袖カラッパさん、頭の上にあのホタテ乗ってますよ。これほら、おいしいホタテメガネカラッパさんだったらね、こんなのですぐに、あ、なんか、あ、後ろに行っちゃった。後ろに行っちゃいましたよ、大切なホタテ。あ、なんか探してますね、一生懸命。この足の動き見てください。やばい、なんかうまいものどっかに落っことしたみたいだね。そこじゃないんですね。ここにあるんですね、おいしいのね。はい。怒っちゃダメ。ほら。最初。そう。あ、でも頭の上に置いてもなんか気づくんですね、匂いでね。気づいたらああいう風にね、足でなんかね、カサカサで下の方をね、こう漁って餌を探し始めるんですね。あ、これなんかすごい、あの食べてるとこがよく見えますね。あのホタテってなんかね、こう縦に筋が入ってるんで、結構ねすぐにこうバラバラになっちゃうんですよね。あ、指にちょっとびっくりしましたかね。大丈夫かな。なんか動き回りながら食べてますね美味しいですか。ちょっと上から見てみましょうか。ちゃんと食べてますかね。あ、でも口元もぐもぐ動いてますね。食べてますね。前のところね、こういう風にあのハサミをね、なんていうか、こうちょうどカチッと合わせてね移動してるんでね、全然口元が見えないですけどね、ハサミの向こう側ではちゃんとね口動かしてね、もぐもぐ食べてますね。あ、なんか落としましたよ、それ。そう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 
それまだ食べられるホタテですよ。あ、足でコロコロしてますね。あ、自分の下に引き込みましたね。他のカニとかに取られない。あ、もう自分の下にしまい込んで潜っちゃいましたね。なんかね、カラッパさんね、あの個体差にもよるんですけど、こうやって餌を全部食べきらない状態でね、こう抱え込んで砂の中に潜って、で潜ってからね、もぐ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 食べるね、あの個体もいるんですよね。この丸袖カラッパさんもね、そういうとこがありますね。あとはあのメガネカラッパさんのメスもね、結構あの餌持ったままね、砂に潜りますね。なんかじっとしてるふりしてますけどね、あの口のところがね、ぴょこぴょこ動いてるんでね、多分舌で食べてるんだと思います。あ、ってことでね、ホタテはね、普通に食べるってことが分かりましたね。生エビと同じようにね、普通に食べましたね。なんでね、今後もね、このホタテ、食事のね、ラインナップにね、入れてあげようかなって思います。そんな感じです。バイバーイ。